左から東昇平、我流、取得我流が愛用した懐中時計。周恩来と我流は中華民国、中華人民共和国の軍人。中国共産党員として中華人民、共和国建国に大きな功労を残した。中華人民共和国元帥。1896年3月22日、湖南ン昇飛佐純不装食権の貧農の家に生まれた。本名は、ガブンツネ。 字は、雲鏡。7歳から14歳まで学校教育を受けたとされているが、実際は学籍はなかったと考えられ、次元の中では塩の運搬に従事し家計を助けたとされている。再起間発で硬直、撲突な性格ではあったが、無学であったことがその後の我流の人生に大きな影響を与えた。1914年。 孫文率いる中華革命党に参加し、1916年には地元で革命軍を組織するも、決起は失敗。1918年に、湖南靖国軍営長となる。1922年、中国国民党支戦作戦に参加、川東変貌軍警備旅団旅団長になる。1923年、孫文によって支戦 内族軍第一混成旅団旅団長に任命された。1925年、建国側軍第一師団中将師団長に任命された。1925年4月、修鎮寿司に就任。1925年4月、修鎮寿司に就任。1926年、国民革命軍に参加し、第8軍第6師団師団長及び、小生鎮寿司に任命された。 8月、超解析により、北伐が開始されると、国民革命軍第9軍第1師団師団長に任命。1927年2月、国民革命軍第15師団師団長に任命。5月、第2回北伐を参加。6月、国民革命軍第20軍軍長に任命され、武漢に帰った。しかし、間もなく、北伐軍から離反し、 1927年8月1日には、南昇金議総指揮として、総決起を指導したが敗退。南下途中の1927年9月、中国共産党に入党した。1935年からの調整に参加。1936年に、皇軍、第二方面軍司令官。1937年に八掃地軍120市長に任命。 1940年、進む西北軍区参謀。1950年、西南軍区司令に任命され、チベット解放を指揮した。1952年より国家体育委員会主任を兼務。1954年9月29日、国務委員副総理に任命され、同年に人民革命軍人委員会副主席に任命。1955年、 中華人民共和国元帥。1956年9月28日、第8期地中全会で、中共中央政治局委員に選出。1959年、中共中央軍事委員会副主席に選出。1960年、中央軍事委員会国防工業委員会主任。文化大革命中に批判され、糖尿病を患ったにもかかわらず、 刑務所では適切な投薬を受けなかったため、糖尿病性化とアシドシスの症状が出た。1969年6月9日に、インスリンの代わりに抗心糖圧のブドウ糖溶液を点滴された結果、極死した。去年74。1982年、名誉回復。ガルー自身による著作が少ないため、どのような思想を有していたのかについて詳細に、 説明した資料は限定的である。その思想は、毛沢東や周恩来などの改装による。文化大革命中に批判対象とされたが、1967年1月、周恩来の指令を受けた人民解放軍によって、妻と共に救出された。しかし、当時軍内における反林票派幹部に対する攻撃は、熾烈を極め、南禁状態に置かれ、 1969年6月に病死した。1973年には、毛沢東によるガリューを見誤っていたとの発言により、1974年に名誉回復がなされた。ガリューには学問のなさに大きなコンプレックスがあり、発言も控えめであったため誤解されたと言われる。ガリューの革命運動参加は日本の包丁から始まったと言われている。 16歳の時牛刀二本で王子主の士兵を襲い武器弾薬を入手して革命軍を組織した逸話が残されている。21歳には2万人にも上る農民軍を率い反乱を組織したと伝えられる。固い意志と不屈の闘志で革命を戦い抜き、最後まで毛沢東を慕っていたと言われ、4人組に攻撃された際も、 毛沢東を信じて最後まで自説を曲げなかったことが、帰って4人組の像をかき立て、軟禁される原因となった。髭を蓄えた要望と、撲突な性格から、国民の間での人気は高く、国家体育運動委員会主任を務めるなど、スポーツの振興にも、熱心だった。1958年に中国チームが、ワールドカップの予選に敗退したときは、 三大競技が予選を突破できなければ死んでも、死にきれないと外端したエピソードがある。現在では、故郷の湖南省に、我流公園が南省には河流が、南省放棄の際に、革命軍を指揮したことを記念する式部丘士が作られ、個人が忍ばれている。また、湖南省庁佐市には、我流スタジアムがある。歴任国務院主要領道人名探中京八、 届け一中全開潜出新的中央机、下流電第二重症第四節生命的最後時刻ハット http コロンスラッシュスラッシュ www.peopleschina.com <www. スラッシュ maintoc スラッシュ html スラッシュ teji スラッシュ二零零二零五スラッシュ t e j i 二零0 2 0 5 h t m ありがとうございます。